今一件訪問栄養相談に行ってまいりまして、そろそろご飯も出来上がる頃だと思います。ご飯は白ご飯になるので、簡単なお寿司、お寿司にちょっと使いたいと思います。で、材料の方はですね、きゅうりと厚焼き卵、これスーパーでも売ってますので、あとたらこ、お好みのやつでいいですので。で、この厚焼き卵は鶴岡三世のところで作ってる美味しい卵焼きです。はい、きゅうりをではちょっと切りますね。で、ちょっとこれを合わせ酢を作ります。で、最近は寿司の素みたいなのがありますので、そちらを混ぜてもいいかなと思います。で、3月3日おひな様のひな祭りなので、そんなのもあってですね。あ、今日は酒は使わない。酢にですね、もう昆布を入れておきました。昆布入れるとすごく美味しい出汁が出ますので、ですね、だいたい2合に対して3つ、大きいさじで3つで、お砂糖、砂糖が茶っぽいやつ、これの半分ですね。こんな感じです。で、私はちょっと色があんまり悪くなるんですけど、ここに醤油をほんと半分ぐらい、このぐらいいくらか入れます。そうすると風味が良くなるので。よいしょ。で、これを炒めていきます。色を選択してください。加熱調整をしてください。はい、調理、あと砂糖が、砂糖とかも混ざれば溶ければ大丈夫です。このぐらいの何でしょう、醤油の色がついても2合ぐらいだとそんなに気にならないというか、気になりませんので、私はですね、私は気にならないので、風味、味の方を大事にしてます。こんなんで、はい、OK です。電源を、はい、で、酢のいい匂いがします。で、先ほどの2合のご飯に、で、あんまり何でしょう、重いものを先ほどの袋の長さ入れると、ご飯がやっぱり底の部分ちょっと潰れちゃうので、あんまりこう、本当はですよ、いきなりこれさはしないです。こういう木のあれさする、あれっていうか寿司用の桶にするんですけど、今日はもう時短ということで。熱いうちにかき混ぜてもしないと切るような感じで
白砂糖でしましたけど、普通はきび砂糖で することが多いです。こんな感じですね。で、今日はですね、ちょっと生姜をアクセントにして入れたいと思います。これは土佐高知県生姜です。千切りにして、こんな感じですね。ちょっと厚いのと太いのと、これまあまあ気にせずご飯の中に入れます。ごまを入れてもね、美味しいですよね。はい、こんなんです。はい、でこういう感じでですね、もう一個、ちょっともう一つまな板を持ってきます。すいません。で、海苔、ブキッチョの私でも本当、昨日お家で試ししたんですけれども、ここさ、でこれをですね、昨日海苔が割れちゃう、あんまり太っちょにしたがそういうのうまく、でこれを入れて、卵かな、ちょっと で、ご飯をまた上さ、こんな感じですね。で、こうやってこっちとこう合わせる、ここちょっと切れちゃったけど気にしません。こんな感じですね。はい、で、これをキュッと、ですね。はい、で、あと、切っていくだけです。はい、プーさんかな。ここヒュッと抜くだけなんです。そうするとですね、柔らかい、一応ですね、ハートのつもりなんです。なんか不格好なハートになりましたが、お酢寿司になります。酢の発音がちょっとあまりよくありませんけれども、はい、今日は炊飯器で煮物と、あとお酢寿司になりました。
皆さん今日も一日背筋を伸ばしてですね、あ、今日運動タイムしなかった、運動タイムね、炊いてる時ちょっとすればよかったですね。ちょっと今本も行ってきたので、運動タイム今日はなしです。はい、今日も一日背筋を伸ばして口角を上げてハッピー&エンジョイいたしましょう。ではまた明日、ごきげんよう。さようなら。